壊れてる、はい、カメラ目線は安心しない方がいいのかな。色なんですか。待って、なんか来る。すごい逆です。今日もいい天気だ。今日いい天気だね。晴れ男の人が多い。やばい。撮ってないやつだから。撮ってないやつ。ありがとう。ありがとう。こっちが元で、こっちが大好きで、うん、ああ、なるほどね。空海その化身とかじゃないですか。ああ、空海っぽい。一着空海っぽくない、うんうん、ああ、そういうこと。ハゲで坊さんすの。33番目の空海、わかんない。33代目空海、わかんない。とりあえず手合わせとこう。そうだ、ね、よし。ナム大使返上金大使返上金剛、ナム大使返上金剛、返上金剛、本名だよね。ああ、本名だ。フルネーム、フルネーム大使にすべてお任せしますみたいな言い出し、うん、あ、そうなんですか。うん、そうなの。うん、須藤元気君に書いてじゃないの。でもあと読みますか。うん、うん、工房って言いますよね。工房大使号南遭遇画根検問特従事長くばこの孤独をもってまもなく一切に及びし、我らは修行とみなり共に須藤を上手。お遍路を始めたきっかけは、長い休みがありまして、それをきっかけに、歩くことが好きなことと、それから、まあ、私の、妻が、ちょっと病気をしましたんで、まあ、その、なんだろう、復活リカバリーのためのお祈りをしたいなと思いまして、初めての、88のお寺をお参りしようかと思いました。88箇所、1000キロ以上の歩いたら多分何かが変わるんじゃないかと私自身思ってます。肉体的にも、それから精神的にも、特に精神的に、常人 GB 妙百千万豪難遭遇画根検問特殊寺願芸如来真実義。これを読んでる時の頭の中ですか。縮小、うん、一生懸命読んでるっていう状況ですね。まあ、私本当にまだ本当にビギナーなんで、ただ単に読んでるっていう感じです。ただし、まあ、その終わった後、まあ、これがキリスト教にあるかどうか分かんないけど、まあ、家族、ワイフの健康でありますようにとか、娘がこれからね、いい健康で状態でありますようにとか、そういうことはお祈りします。その上に立てまつるこのところのご本尊高僧弘法大師のご法然において参拝者一同の先祖代々菩提のため、常人人民を百千万号南総具が本殿。何回？81枚1回。もう年だからな、そう今の特別これ以上にどうこういうのはねえな。今のままで。何本まで行けるかな。違いは出るよ。その初めてお客さんで来て、それから最後に88万住んでおるといったら全然違ってくるよな。どういうとこ言うかな。まあ人間それぞれ違うと思うけどね。それは先祖供養で今の参った人、奥さんを亡くして参った人とかな、いろいろそういうのあるが、お参りに来るのが。それでそれはもう一番からやっぱり88万までいたら、まあ供養じゃったら、ああやれやれ供養ができたいうな。あ
安心感か。私は介護の仕事をしてて、で旅に出たいから仕事を辞めたいってお願いをしましたが、まだ辞めてもらっては困るということなので2ヶ月間だけお休みをもらって、一人で歩いてる時は、ずっと歌歌ったり口笛を吹いたりして、ほとんど何も考えないで歩いてる時もあったし、でもやっぱり寂しいからこう誰か前歩いてると一生懸命追いかけて一緒に歩いてもらったりとかしてきました。僕はね、だからお遍路っていうもの結構、うん、屋久島に行くときからさ、お遍路っていうものが候補にあったのね、どっち行くか迷ってたぐらいあってさ、で、なんでだろうと感じたらさ、やっぱり自然に触れ合いたいっていうのももちろんそうだし、その、なんていうんだろう、歩いてさ、みんなで旅するってことなんだよね。ここは俺は好きで、面白いと思ってさ、普段しない話もするじゃない、するね、企業で忙しくしてたらできない話も、そういうとこが好きでさ、なるほど、確かに。それでやってんだ。で、その中でお遍路っていうのはさ、そのやっぱり歩きなんだよ、歩きってのが一番さしんどいの、すげえ疲れるの、でもその疲れた時にやっぱり一番わかるよね。正直2人はきっとまだ分かってないというか、こんなこと言ったらおかしいけど、最初来る前は歩き遍路舐めてたでしょ、結構また以上に辛かったね、12番はやばかったねだなと思って、そう、だから、それだけでも分かってもらえたら俺は良かったのかなと思って、その辛さの向こう側にあるものっていうのが僕らはまだ分かってないものですか、なんて言うんだろう、そう、そっか、
歩き瞑想は別に3人で歩く瞑想っていうのもあるのかな、うん、瞑想、瞑想たちじゃないですか。あ、確かに。で、仕事はタクシーをしてます。ジェンコン宿初めて9年になります。お父さんの命日が6月1日だったので、ああもう命日やなと思ってたら、あの夜寝てたら、あの枕元に小保大師さんやら、それからお父さんやら、わからない人が現れて、しなさいっていうお告げがありました。1日3人ぐらいで1000人ちょっとですね。年間にだいたい1000人ほどです。もう接待っていうのはやっぱり、なんていうかな、あの自分が回れないから代わりに回ってくれてるという気持ち、あの人がカナメちゃんって言うんやけどな、カナメちゃんがよくお遍路さんを紹介してくれるんです。で、この辺りの人も泊まるとこなかったら栄タクシーで泊まんないって言ってくれるらしいです。In the trip, there's 1,100 kilometers or so. I have just over 100 kilometers to go, so it feels like I'm at the very end, even though there's still 3 or 4 days left, I'm estimating. There's always a very happy feeling when the scenery changes. If you've been walking on the road for 100 kilometers and suddenly there's a mountain trail, like, oh, it's the most beautiful thing in the world at that time. And likewise, when you've been in the mountains for a week, it's nice to get back into the rice fields and more some roads. The first day there are 10 different temples that you can make it to. And so that's a lot of temples to go through, and you see the people chanting, you see how seriously they take it. People come up to you and they see you're a walking pilgrim. They'll come up and they'll wish you luck, they'll bring you gifts. You see the people chanting and doing all that, and everyone's dressed up and takes it so seriously that you can really feel that it's not just a hike. And so even after the first day, I could tell this is something I need to take a little more seriously, and so I have. Since then, I've really, taken that appreciation. I try to really respect this and show them that, I want to take care of their pilgrim road and their traditions just as much. For me, everyone that goes through this, usually they have their reason for this, whatever they're praying for. If they just want a better, stronger heart or whatever, or if they just want health, or they want whatever it is. For me, my goal is in the future. I'm an English teacher now, and I'd like to open my own school. So what I've turned this into, my reason has become, I kind of pray for the strength to help my students and to start my own school and to do it, in a right way, and really to help lots of people. So that's my motivation. I was ready to go hiking. I was in shape. I was healthy. I was all of that. But after the first day of walking, already I had several blisters on my feet, which
you can tough it out. You can walk on them, but you're gonna walk funny. It's gonna take energy out of you, and it hurts. I'm looking forward to when I can sit down for a week and just let everything heal and be back to normal. これ今日受け、ほらこれ、これを止める。え、こっちは。また別の。この岩？そう、2番の。二等身長。二等身長。二等身長。何層分か。千万特十字眼芸如来真実経。言いそうにないな。仏様に教えにここで会うことができました。あ、え、長。こんな長い。長い。260。ハーラーメンターさん、ハニャ神経カンチザリボーザー行事にハンニャハーラーメンタージ一緒やショウ無限にび無限という言葉がすごいいっぱい出てくる。色即是空是空色即是空は何かありましたね。あるよね意味どこどこ何だっけ。いい意味でした。色即是空いい意味でした。いやし全部読めても見ながら読むね。確かにそうそう見ながら読むことが大事だってケンさん教えてくれましたよね。普通に暗唱してるおばちゃんたちの歌もいるね。でもこれを見て読むことがなんか意味があるとか、うん、文字には言葉がある。違う文字には力がある。うん、多分そういうことなんじゃないかな。あったあった、うん、だから俺はそういう、うん、何て言うんだろう、うん、ロボットはその人ってなんだろうっていうことを、うん、その物質的にだったり科学的に解釈しようとしてるもので、うん、こういうものこのお遍路っていうのは何だろう、うん、自分に問いかけるっていうかさ、うんうん、そういうものかな。そうそうそう自分ってなんだろう。そう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 、うん、そういう方面から言ってる。アプローチが違うそうだけでそう目的は一緒一緒なのかなっていう。ちょっとそうそうそうだから面白いと思う。こんにちは。こんにちは。どちらからですか？大津の方。大津から。一人で。ご苦労さん。中には人生を墓なんで自殺しに来た人もおりますし、うん、それから子供を亡くした人もおるし、若い男の人はあれですね、リストラにおたり、それからちょっと仕事が途切れたりした時に来ます。で、女の子は今の世の中に物足りないというか、海外青年協力隊行ったりして現実は理想とちょっとかけ離れてるんですね。それをこう補うために来た人が多いですね。今日12番から、はい、時間かかっちゃいました。時間かかっちゃいましたね。
結構長かったです。12番止まってたの？12番のちょっとさっきのところに止まってたんですけど。ニョゼシャリシゼシャホフソフショフミツフグフジョフゾフゲンゼコウコウチュウミュシキムジュウソウギョウシキムゲンニミゼシミ無識症候未速法無限界内視人無意識界に。お、閉まってる。閉まってるじゃないか。あ、閉まってる。そっちから。開け。すいません。すいません。農協をお願いしたいんですけども。あ、5時までなんですか、ね。5時までには来て、今、お経を読ませていただいたんです。ほらけんね、大体ギリギリに来たときは、先に農協を済まして、それからお前です。そこを何とかしていただけないですか。筆で全部洗ってしまうので、水浸したんですよ。かけれんからね。お願いします。みんながすごい優しくしてくれたことで、ずっと歩いてる中でもうすごい泣きそうになってやめたかった時も、いろんな人が話しかけてくれて、そういうのが感動で、88番の時にはすごいそういうのがこう頭の中に巡ってきて、本当涙をしながらお参りできてよかったです。あんまりそういう感じがなくて、あんまり全然何も知らなくてスタートしてるので、ここにこう回りながらいろんな方にいろいろ教わりながら来たので、ようやっとあ、こういうものなんだなって分かる前に終わっちゃう感じですかね。わあ、でもすごいですね、素晴らしい。どうも、はい、お気をつけて。お疲れでしょ。はい、ありがとうございます。いやでも日本人だから文化もうちょっと分かるんですね。じゃあ、お経はどういう意味ですか？いつも読むときは、お経を読むときは、何と読むか、どういう意味ですか？あ、自分が読むときは、精神統一。なんだろう、心静かに読みなさいって。で、声に出さなくても、そのお大師様たちにこのお経を、読んであげることで御利益があるんだよって言われてきたから、一番のお寺さんでそれを教わって歩いてきたから、あまり内容はよくなんていう意味を捧げてるかはわからないけれど、そうなんだ。でも、We had met so many times and become such good friends that I decided yesterday, before getting to Temple 88, when I woke up, I knew that she was about 3 hours behind me. So I was like, oh, okay, I'll wait for her, and then we can go to 88 together, and then maybe walk to the end together. So just a great way to finish, I think. こんにちは。どうしですか。どうしで。どうし、うん、一気に回って。一気に回って。あ、そうそうそう。はい、40日ぐらい。今日は41日目で。私37日目。が早いです。すごい。前はそこだったけど、今はそう。ね、一回回るとそうね。全然減らなかった。うん、今回、これから8回目回る。すごいです。いや、本当はね。7回がちょうどほら、木だからね、いいと思ってね。そしたら今年になったらやっぱりそうしたら一番最初はね、やっぱり
私のすぐ上の兄を亡くして、母亡くして半年もしないうちに2人いっぺんにね、とそれでね、亡くなった人に何にもしてあげられないでしょ、うん、で自分も気持ちが救われたいしと思ってね、じゃあちょっとお遍路行ってみようかなと思ったのがきっかけね、うん、そしたら今はね、その菩提ともらうっていうよりね、出会いが楽しい。Mostly all the, I guess, memories, I guess, of the last 40 days. They've been very long, but it's been, they're all still very fresh in my head. So it's kind of sad. You know, it's my last kilometer to kind of enjoy this. As painful as it's been, it's going to, I don't know, it's sad now. It wasn't really sad before. I was kind of looking forward to the end, but now that I'm here, it's really starting to sink in. Yatta! Ah! Arigatou gozaimasu. Omotase. Ganbarimashita ne. Yaseta ne. Yaseta. Yaseta. 5kg yaseta. This is Mr. Noguchi. I met him in Shishikui on day 8, and he promised that he would be here waiting for me at the very end, and sure enough, here he is. So. こんなお家に来てお風呂入れていいんですか、ありがとうございます、ありがとうございます、テント張らせてもらったら よろしいただきます、うん、すみません、ありがとうございます、わぁ、よかった、そちらの方どうですか、じゃあ、ありがとうございます、いいよ、石信じられない、まあ、我慢してください、僕の先輩はリンマとすればなしに見えます、天才だ、今なら潰すとこんな感じだ、あ、こんなとこにあった、wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.